素晴らしいですよ、ギニューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。ナメック星人にそれを聞き出さなくては。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応3匹ともとどめを刺しておくがな。なんだ今のは。どこの宇宙船だ。悟空だ。やっと悟空が来てくれた。到着、ナメック星に到着しました。早く3人を探さねえと。生きてるよ、クリリン、ご飯、ブルマ。悟空、ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯、クリリンもまずいぞ。死にかけている。すぐ近くのでっけえ木が3つ集まったとこだ。相手が悪すぎたな。ああ、黙れ。お父さん。貴様、カカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリームたちにも分けてやってくれ。こいつらは俺一人で片付ける。へ、やる気か。ゴミ虫が今更増えたところで何にも変わんねえぜ。おめえは俺に勝てねえ。
たらとっておきを披露してやろう。リクーム！ウルトラ！ファイティング！うー！ミラクル！ボンバだらけだったもんだからつい このやろう、サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか伝説は本当だったのか。1000年に1人現れる、どんな天才戦士も越えられない壁を越えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたかバーター、あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろ。やつの戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああ、やっぱ蹴らねえか。
攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。砦で分かっただろう。無駄な戦いはやめてこの星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが でも足も出せないまま やられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をミスミス逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ今の悟空の凄さを。
いつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、分かったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やったー。ん？2つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが。あっちの方角に通影機を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は。大変だ、最長老さんところだ。まずいぞ。フリーザのやつ、願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら、絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったら、ドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとゴハンはドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。わかった、早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをブルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よし、行ってくれ。気をつけてな。頑張れよ、ゴク！ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。まあいいだろう。